日本の BMW5 シリーズ 5BMW5 シリーズはドイツの自動車メーカー BMW が製造、販売しているセダンあるいはステーションワゴンである。5シリーズは5人乗りのセダンもしくはステーションワゴンである。欧州ではセグメント E の大きさに分類される乗用車の代表的なモデルである。2008年1月には累計生産台数が500万台に達した。 社名の後のアルファベットは、I は燃料噴射装置、E はイータエンジン、T はターボエンジン、D はディーゼルを表す。初代5シリーズ、ノイエクラッセと言われた1800、2000系の後継としてデビューした。1977年にマイナーチェンジを行い、グリル、ボンネット、リアコンビネーションランプなどが新しくなり、同時に給油口がリアナンバープレート横から、 右リアフェンダーへ移動している。欧州では末期に3.5リッターの 535i よびエアロパーツをまとった M535i が発売される。日本へはバルコムオートトレーディングが輸入していた。正規輸入車の最初期導入モデルは日本の放棄に合わせてフェンダーミラーを装備していたが途中からドアミラーに変更された。M535iM535i インテリア。 第2世代もシリーズ、6シリーズとプラットフォームを共用する。デザイン面では初代をリファインした感じが強い。当時、BMW は、風洞設備を持たなかったために、風洞実験によって設計された、同世代のアウディ100や、メルセデスベンツ E クラスと比較すると空力面での遅れは否定できなかった。このモデルから高性能な M5 が販売される。 BMW の日本法人として1981年に設立された BMW ジャパンが輸入、販売を行っていた。518イヤ、528、e、イヤ、533イヤのラインナップが当初用意され、その後518イヤが520イヤに、533イヤが M535 イヤへ変更されたほか、524とだ、M5 が追加された。 日本仕様は環境対策から全車キャタライザー付きモデルで排気ガス規制が遅れていた欧州仕様に比べ一部を除きパワーダウンした仕様となっており放棄状の理由からヘッドライトの外形がアメリカ仕様と同じ4等同系規格サイズのシールドビームが採用された。また M5 は初代 M6 と同様にデビュー後しばらくの間は日本へ導入されなかったため 正規輸入された車両は非常に少ない。当時は正規ディーラー,アーモンが未整備だったこと、内外価格差が大きかったことなどから、並行輸入も盛んで、528i、M535i などが並行輸入業者によって販売された。日本仕様の正規輸入車はすべて左ハンドルとなるが、南アフリカ共和国の工場で製造された右ハンドル仕様も少数が、 平行輸入されている。M5M5 直列6気筒 DOHC エンジン 3453cc のエンジンを搭載。5MT のみ。M5 に搭載されたエンジンは、かの M1 のものを改良したもので、最高出力は286馬力を発生。最高速度は時速 250km に達し、当時の世界最速の4ドアサルーンであった。 キドニーグリル以外の外装メッキモール類のブラックアウト化及び全席スポーツシートは標準装備だが BMWM によるオーダーメイド車両なので M テクニックエアロパーツやヘッドライトワイパーの有無リアシートのヘッドレストが装着されていないなど様々な仕様が存在する初代 M6 同様発売当初正規輸入されなかったため並行輸入車が多い 1985年に本国デビューしているが、日本では1987年から導入。セダンセダンインテリア1988年に第3世代後シリーズがデビュー。E32 型7シリーズと共通する印象のスタイルであった。CD 値は0.30から0.32を達成し、従来型から飛躍的に向上した。また、ミディアムクラスを見習いボディ合成も、 大幅に向上させたが、同時に、車重も増え、W124 より、およそ 100kg 重くなった車重のために、ドイツでは、先代の両ングレードであった 518i が、切り捨てられた。535i は、ビッグシックスと呼ばれる名機を搭載した最終モデルで、ある。先に登場した 735i にも採用された、第3世代 DME 制御となり、 出力の向上を果たしている。1991年に 520i、525i が DOHC に変更するとともに4足 AT から5足 AT となった。なお 535i は4足 AT となる。1993年にはマイナーチェンジを行い、V 型8気筒 DOHC エンジンを搭載する 530i、540i が導入されたため、 直列力気筒3 5リッターエンジンを搭載する 535i が消滅。V8 モデルには熱対策のためにワイドキドニーグリルが与えられた。また、全車に運転席、エアバッグを装備。1994年には磁気力モデルにもワイドキドニーグリルを与えた。助手席側のエアバッグも標準装備となった。同時に 525i、530i、5 4 0 愛に、M 製のエアロパーツ、スポーツサスペンション、スポーツシート、PBS 製にピースアルミホイールなどを装備したスポーツパッケージが設定される。5シリーズのサスペンション形式は、第3世代 E34 の頃までは、前輪がマクファーソンストラット式、後輪がセミトレーリングアーム式を採用していた。1988年、まず、日本に導入されたのが、 直列6気筒載チェシーエンジンを搭載する 525i、535i であった。3.5リッターエンジンを搭載する 535i は、当時の7シリーズにも搭載された、ビッグシックスというメインエンジンを搭載した。日本に正規輸入されたモデルは以下のようになっている。M5 M、M5E34 型 M5 は1988年に3.6リッター直列。 6気筒 DOHC エンジンに5速 MT の組み合わせでデビューした。17インのホイールは市販車では珍しく、アルミホイールにエアロディスクをかぶせたもので、高速域での安定性とともに、欧州車によく見られる、多量のブレーキダストを排出する役割も兼ねていた。1993年には、排気量を3.8リッターに拡大し、出力を向上させた。 タイヤサイズは変わらないものの、ホイールは一般的なデザインに改められた。そして1994年の改良では6速、MT と18インタイヤが採用された。後期型は出力の強化により、フロントブレーキが体型、4ピストン化された。最高速度はリミッターによって時速 250km に制御される。セダンセダンセダンインテリア第4世代5シリーズ。 エクステリアデザインは BMW のデザイナーである長島ジョージ。先代よりボディサイズを拡大したが空気抵抗係数は0.29から0.30である。アルミ製サスペンションを採用し、さらなる安定性及び軽快なハンドリングを実現するとともに ASCT と呼ばれるトラクションコントロールを直列6気筒モデルに装着した。V 型気筒モデルには ASCT を発展させた DSC と呼ばれる横滑り防止機構を装備。パッシブセーフティの面でも充実しており、初期モデルではエアバッグがフロント左右、サイドエアバッグの4エアバッグであったが、最終的には ITS ヘッドエアバッグを含む10エアバッグにもなった。電子制御デバイスの導入にも積極的で自動防眩機能を内蔵したルームミラーや、 レインセンサー付きのワイパーなどが装備される。1996年6月より日本導入開始。日本仕様として変更が加えられており、本国仕様に対してダンパーの減衰力を落とす日本仕様に専用開発したオールシーズンタイヤタイヤの空気圧を1 8 k g ス、c 平方メートルに設定などの変更により、ドイツ仕様と比べ、 当たりの柔らかい乗り心地となっていた。また、日本仕様に専用開発されたタイヤのスピードレンジが H に設定されていたため、時速 208km で作動するリミッターが装着されるほか、日本の道路状況に合わせ AT はジャトコ製となる。導入当初は直列6気筒モデルにはステップトロニックは装備されておらず、540i にのみ設定されていた。 なお、前期型 540i の AT は GM 製である。1997年には直列6気筒モデルにステーションワゴンのツーリングが追加される。1998年には直列6気筒モデルのトランスミッションがマニュアルモード付きのステップトロニックと変更を受けると、共に可変バルブ機構のバノスが旧配儀の両方に作動するダブルバノスに進化。同時に、 標準装着タイヤが専用開発のオールシーズンタイヤから一般的なサマータイヤへ変更となる。1999年には BMWM がデザインしたエクステリアやインテリアを持つスポーティーな M スポーツが初めて導入される。2000年にはフェイスリフトを行い、1996年から2000年までのモデルが前期。 2000年以降が後期となる。後期の外見上の大きな識別点は、国内でイカリングと呼ばれるコロナリングが初めて装備される。直列6気筒エンジンを一新してパワーアップを図りつつ、ハイガスもクリーンになった。2.8リッターが廃止になり528合が、 カタログ落ちし 530i が加わる。M52 エンジンから進化した M54 エンジンは、当時世界最高水準のパフォーマンスを誇った。また、M54 搭載車導入と同時に、AT は、本国使用同様の ZF 製へ切り替わる。M5、M5、e、E39 型 M5 は先代まで使用していた直列6気筒エンジンを採用せず、 新開発の V 型8気筒 DOHC エンジンを搭載して馬力は400馬力の大台に乗った。トランスミッションは6速 MT のみであった。外装は専用エアロパーツ、専用18インアルミホイールで仕立てられ、内装はレザーであった。最高速度はリミッターで時速 250km に制限されるものの解除することで、 時速 295km 以上の速度を出すことができた。セダンセダンインテリア E60 はセダン E61 はツーリングのモデルコードである。先台に比べて車体寸法が拡大したが重量増加を抑えるため A ピラーよりも前フロント部分はアルミニウム構造とされた。当初搭載されたエンジンは直列6気筒は 先代モデルに搭載されていたエンジンの流用、V 型8気筒はバルブトロニックを装備した新型のものであり、4気筒2 0 0 0 c c エンジニア、ディーゼルエンジンもあった。変速機は MT のほか、すべてのエンジンに新しい6速 AT が組み合わされた。技術面では、アクティブステアリングと呼ばれる、ステアリングギア比を走行速度によって変化させる可変ギアレシオ。 パワーステアリングが搭載され、これには横滑り防止機構と連動して、自動的にカウンターステアを当てる機能も備わっていた。また、ダイナミックドライブと呼ばれる、モーターとスタビライザーを組み合わせによって、コーナリング中に左右のロールを抑え、乗り心地と操縦性を確保する機能も設定された。E6X7 シリーズに先行装備された、アイドライブと呼ばれる、 社内快適装備の操作のためのコンピュータシステムも搭載された。外観デザインはエッジを多用するなどして、従来の BMW とは大きく異なったイメージのものであった。これには賛否が分かれたものの、デザインを革新的なものにすることは、BMW 社内上層部による決定事項であり、オーナーであるクバントケもこの新しいデザインを強く支持していたという。 このデザインは、クリス・バングルが率いる BMW 社内のデザインチームによるもので、実際に採用された作品は、イタリア人デザイナー、ダビデアル・カンジェリによるものだった。ただしダビデは、急性白血病によりこの自動車の発売前に、死去している。2005年にはエンジンを一新、直列6気筒には、バルブトロニックが採用され、マグネシウム合金を用いての軽量化や低燃費が、 試みられた。V 型8気筒エンジンは従来の4.4リッターを拡大した4.8リッターと4.0リッターが追加された。同時期にヘッドアップディスプレイをオプション設定され、特別に用意されたボディカラーやインテリア素材でオーダーメイド可能なプログラム、BMW、インディビデュアルも開始された。2007年にマイナーチェンジが行われ、フロントグリル。 バンパー、ライト類の衣装変更のほか、トランスミッションも改良され、シフト時のタイムラグが従来の半分となった。530i はエンジンが変更されて出力が向上した。2003年に販売が開始され、翌年にはワゴンのツーリングとパッケージオプションとして M スポーツ仕様が追加された。販売されたすべてのモデルにおいて変速機は AT のみの設定であり、 アクティブステアリングも標準装備として販売された。M5M5M5 として第4世代に相当する E60 型 M5 は下1技術のフィードバックによる新開発の V 型重機等 DOHC エンジンを搭載する。馬力は先代の400馬力からさらに107馬力アップし507馬力である。この507という数字は幻のロードスター。 BMW507 をリスペクトした結果とも言われている。ただし、常時507馬力モードではなく、始動時はエンジン保護の理由から400馬力モードであるが、P500 と P500S モードを選択することにより507馬力を発生する。ハンドルに備わる M ボタンでは、シフトスピード、エンジンマネージメント、EDC などのセッティング内容を割り当てることができ。 M ボタンを押すことで瞬時に、そのセットアップを呼び出すことができる。またいわゆる隠しモードも存在し、DSC オフ状態でエンジンマネージメントを P500S モードとすることにより、最高シフトスピードが元来の5から6に変更可能となる。運転席、ガワフロントガラスにエンジン回転数、速度、ナビメッセージなどを映し出すヘッドアップディスプレイも備え、 さながら海一パイロットのような気分も味わえる。変速機は油圧により、クラッチを作動させる、2ペダル MT のセミオートマチックトランスミッションとなる7速 SMG を搭載する。米国仕様では7速 SMG と6速 MT が選択できるが、日本仕様は SMG のみ。さらにスタートアシスト機能も加わる。0から 100km 加速は4.7秒。 外装は専用エアロパーツで、フロントフェンダーにはエアアウトレットが空いているが機能上の放熱効果はない。リアの M スポイラーは日本では標準装備だが、海外では選択性。足回りには専用19インアルミホイールが装備されるが、オプションで M6 用ホイールも選択でき、リアのオフセットが張り出していることもありマニア感では M6 ホイールも人気である。M5。 M6 ホイールどちらとも BBS 製。速度リミッターはメーター読み時速 270km で作動する。欧州にはワゴン仕様である M5 ツーリングも存在するが、日本国内には正規輸入されておらず、製造台数もまたセダンが1万5000台以上、製造されたのに対してツーリングは1028台のみの製造と希少である。 ツーリングフロントツーリングリアグランツーリスモフロントグランツーリスモリア M5M52011 年回10型の M5 を発表した4.24リットルの V8 気筒にツインターボを搭載 M5 専用のフロントエアインテークディフューザー4本出しマフラーを装備し変速機は DCT となる最高出力は 560PS を発揮し パワーウェイトレシオは 3.3kgPS。0時速 100km 加速は4.3秒。2016年10月13日、本国においてセダンが発表された。新型5シリーズの特徴の一つは、大幅な軽量化を達成したこと。アルミニウムや超高張力鋼板の使用範囲を増やすことで、先代モデルに比べて約 100kg 軽く仕上げられているという。 また軽量化に加え、車体の低重心化、前後50、50の重量配分により、優れたダイナミクス性能と長距離移動も楽にこなせる、快適性の両立が追求されている。技術面では、数々の運転支援装置が採用された。新型5シリーズでは、アクセル、ブレーキに加え、ステアリングの運転支援を行う機能が採用された。2017年2月、 ツーリングモデルが発表され、同3月のジュネーブ署で初公開された。2017年4月、中国市場向けにホイールベースを 133mm 延長したロングモデルが発表された。新洋にある花下記者との合弁工場にて生産される。2017年6月、本国において5シリーズグランツーリスモの後継モデル。 6シリーズグランツウリスモが発表された。2020年5月、本国において改良新型が発表された。エクステリアデザインの刷新だけでなく、運転支援システムやコネクテッド機能に関する装備が拡充。フルモデルチェンジ並みの進化を遂げている。2017年1月12日、セダンが日本市場向けに発表された。日本市場へは 523D。 530i、540i、530i 及び 523i の5モデルの導入が案内された。2017年6月22日、ツーリングの日本向けモデルが発表された。2019年7月26日、クリーンディーゼルエンジンを搭載した 523DX ドライブ M スピリット523。 DX ドライブツーリング M スピリットが追加された。エンジンは B47D20A 型直列4気筒2.0リッターディーゼルターボエンジンで最高出力 190PS。価格は750万円782万円。2020年9月28日、日本向けに改良新型が発表され、同日販売が開始された。 M5M52017 年8月、高性能モデルとなる M5 が発表された。このモデルは別のコードネーム回90が与えられる。M モデルのセダンとしては、初めて4輪駆動が採用されている。BMW Japan BMW5 シリーズ500万台記念キャンペーン、開始。2009年6月5日閲覧。80年代輸入車のすべてから魅惑の、 先鋭輸入車の代行生時代。三鋭書房。ピアニッシモ、44。ISBN 9兆7847億7961万723280年代輸入車のすべてから魅惑の。先鋭輸入車の代行生時代。三鋭書房。ピアニッシモ、44。 ISBN 9兆7847億7961万7232前期型 525i は仙台 525i と比べて出力が192馬力170馬力とダウンしていたため欧州では 523i として販売されていたが日本では 525i を名乗っていた ABC デザインザニュー m w シリーズマイケル・フランク フォーブスドットコム2003年6月2日平成23年10月16日閲覧カーウォッチ BMWSUV の使い勝手を備えたセダンコンセプト5シリーズグランツーリスも2016年3月19日閲覧 BMW ジャパンニュー BMW グランツーリスも誕生2016年3月19日閲覧カーウォッチ BMW 新型 5シリーズとそのハイブリッドコンセプト。2016年3月19日閲覧。BMW5 シリーズ新型にツーリング発表。スポーツワゴンの新基準。2016年3月19日閲覧。BMW ジャパン。ニュー BMW5 シリーズセダンを発表。2016年3月19日閲覧。BMW ジャパン。 75%エコカー減税対象モデルニュー BMW523i ダンを発表2016年3月19日閲覧カーウォッチ2010北京省 BMW 新型5シリーズロングをワールドプレミア2016年3月19日閲覧 BMW ジャパンニュー BMW5 ーシリーズツーリングを発表 2016年3月19日閲覧。BMW ジャパン、BMW 5シリーズに圧倒的な環境性能を誇る新世代エンジンを採用。2016年3月19日閲覧。BMW ジャパン、BMW ジャパン、BMW 5シリーズツーリングのモデルラインナップがさらに拡充。2016年3月19日閲覧。BMW ジャパン。 BMW5 シリーズ 528i ダン及びツーリングに新世代 BMW ツインパワーターボエンジンを搭載2016年3月19日閲覧 BMW ジャパンハイブリッドシステムを搭載した BMW アクティブハイブレッド号を導入2016年3月19日閲覧 BMW ジャパン ニュー BMW523D ブルーパーフォアマンス登場。2016年3月19日閲覧。BMW ジャパン、BMW グランツーリスモに優れた環境性能と動力性能を実現する最新テクノロジーを搭載。2016年3月19日閲覧。BMW ジャパン、ニュー BMW5 シリーズを発表。 2016年3月19日閲覧。新型5シリーズツーリング発表 &3 月のジュネーブ賞で初公開へ引くスクープカーベ自動車。2017年8月28日閲覧。ニュー b m w もシリーズロングウィールバイスプレミアーズイン上海。2017年8月28日閲覧。新型 BMW5 シリーズを発表。 2017年8月28日閲覧。新型 BMW5 シリーズツーリングを発表。2017年8月28日閲覧。株式会社インプレス。BMW5 シリーズにクリーンディーゼルプラス 4WD の 523DX ドライブ M スピリット。カーウォッチ。2019年7月26日閲覧。独 BMW。 4WD システム搭載の新型 M59 月発売117,900ユーロからカーウォッチ2017年8月28日閲覧ありがとうございます。